イーサン・アレンはアメリカ海軍のイーサン・アレン級原子力潜水艦の一番艦。艦名はイーサン・アレンにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。イーサン・アレンの建造は1958年7月17日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1959年9月14日に寄港した。 1960年11月22日に、ロバート・ H ・ホープキンズ夫人によって命名、浸水し、1961年8月8日に、ブルーハンのポール・エル、レイシー・ジュニア艦長及び、ゴールドハンの WW ・ベイレンス艦長の指揮下、収益する。1962年5月6日、イーサン・アレンは、レイシー艦長の指揮下、レバー・アー・リング。 スミス提督が上官市南太平洋で核弾頭を装備したポラリスミサイルを発射した。この発射試験はオペレーションドミニック・アイの一環として行われ、唯一のアメリカの戦略ミサイルの完全な運用テストであった。第二次戦略兵器制限交渉の結果、新型のオハイオー級原子力潜水艦を配備するためイーサン・アーレンのミサイル発射艦は無効にされた。 E3 アレンは1980年9月1日に SSN-608 に看板号が変更され攻撃型原子力潜水艦となった。E3 アレンは1983年3月31日に退役し4月2日に除籍された。その後は原子力艦再利用プログラムに従って解体されるまでワシントン州ブルマートンで保管された。ありがとうございます。